15日で7キロ痩せたダイエット法をあなたにお伝えしてまいります。私がお伝えしておりますこの微腸活ダイエットを実践してくださった方から、先生15日で7キロ痩せましたというその嬉しいご報告を LINE までいただいたんですよね。でその LINE にいただいた内容は別動画でお伝えしておりますので、ご興味おありの方はご覧なさってください。そしてこの動画では何をお伝えするかと言いますと、実際にこの方がですね、何に取り組んだ結果15日で7キロも痩せることができたのかというその肝ポイントについてお伝えしていくんです。なのであなたも私が今からお伝えすることに取り組んでくださいますと、あなたも先ほどお伝えした方と同じように痩せることができます。そしてこのチャンネルではこのような情報をですね、もう毎日配信しておりますので、ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただきますと、私もとても励みになっておりますし嬉しいです。それでは早速動画のお話入ってまいりましょうね。お伝えします話の流れはこちらです。1つ目、なぜ低糖質だと痩せることができるのか。2つ目、低糖質の食材とは何でしょうか。3つ目、低糖質食材の選ぶポイントは、ということで、ここまでですね、あなたがお話を聞いてくださいますと、もう今すぐにできるダイエット法が分かりますから、ぜひ最後まで楽しくご覧くださいね。それでは早速1つ目のお話です。なぜ低糖質だと痩せることができるんでしょうか、ということなんですけれども、冒頭でお伝えした15日でですね、7キロ痩せた方が何をされたかというと、私の腸活ダイエットのこの3つの柱全部してくださっているんですけれども、今回ここにフォーカス当ててますから、その方もここにですねフォーカスしてくださったんですよね。いかに糖質を抑える食事をしたかということなんです。で例えばですね、この痩せる理由なんですけれども、もう簡単です。糖質が太る原因だからなんですよ。糖質を取り続ける限り溜め込んできた脂肪を減らす、イコール体重を落とすということはね、できないからなんですよね。例えて言うならですね、例えば冷凍庫に、美味しい冷凍フルーツがあったとしましょう。これもね、私別動画で痩せる冷凍フルーツということでお伝えしているので、ぜひ召し上がっていただきたいなと思うんですけれども、常にですね、その冷凍庫に冷凍フルーツがストックしてあって、そうですね、いつもヨーグルトを食べるときにトッピングするときに冷凍庫に出して使えますよとか、あるかもしれません。ところがですね、例えばあなたの職場とかご近所の方からですね、もうめちゃくちゃもう自分が大好きなもうフレッシュな高級フルーツいただいたとしましょう。例えばメロンでもいいですし、今の時期でしたらそうですね、ポンカンとかリンゴとかですよね。もうめちゃくちゃ高級なんですよ。もう今すぐ食べたくなるような果物いただいたとしましょうね。そうするといかがですか？その今いただいたフルーツの方、普通食べませんか？私だったら食べます。わざわざカチコチに凍ったですね、その時間の経ったフルーツを食べるよりも、今すぐこのフレッシュなリンゴをサクッと切って、はーって香り嗅いでですね、ヨーグルトにバーってトッピングして、私今手作り豆乳ヨーグルトなんですけれども、もう真っ先に食べたいですよね。もう今すぐもうご飯の前に食べようかなみたいな、もう一番はそれってね、なるぐらいやっぱり食べたいじゃないですか。だとしたらですよ、これをあなたの体に置き換えたとしたら、今まで溜め込んできた脂肪が冷凍庫のフルーツです。そして普段食べる食事がフレッシュないただき物のフルーツなんですよ。そうするとどうでしょうか。それを食べ続ける限り、例えばそのフレッシュフルーツをもらい続ける限り、冷凍フルーツなんかもう食べたいと思いますかってことなんですよ。使わないですよね。だっていつでもストックしておけば腐らないわけですから、フレッシュは今食べないとダメなんですよ。それと同じことです。例えば糖質の塊、白米とかパンとかパスタとか、もうとにかくその糖質の塊を食べてしまうと、フレッシュフルーツがどんどん入ってくるわけですから、いつまでたっても溜め込んだ脂肪、イコール冷凍フルーツなんか手を出さない。お体がそれをエネルギーとして消費して使おうってしてくれないんですよ。だったらどうするか。もう入ってこない、フレッシュフルーツも何もかも。そういったエネルギーとなるものが入ってこなかったら、お体はどうなると思いますか？
これはやばいとなりますよね。なんとかしてエネルギー源を確保しないといけないじゃないか、大変だってなるわけです。そうした時にようやく溜め込んできた脂肪をエネルギーとして使わなきゃってなった時に、ようやくそこからですね体重が減るってスタートなんですよ。なのでよくですね、私のクライアントの方もおっしゃってくださるんですけど、もう先生ってもうたった1キロですら自分では痩せれない、もうたった1キロどんなことしても、ね、やっと落ちたかなと思ったらリバウンドの繰り返しでしたって、もう泣きながらねお話ししてくださるわけですよ。で私もそうでしたからすごくわかる。ですからもうなんでこんなにダイエットが成功しないんだろうってもし悩んでらっしゃるとしたら、大丈夫ですから、今までのダイエットの失敗、人生の挫折ですよね、もうなんでこんなにうまくいかないのって思って、ご自分をもし今責めてらっしゃるとしたら、あなたはですねもう責める必要はないです。もうそんなことしなくていいんですよ。じゃあどうしたらよいかというと、私がお伝えしている食材を選んでいかれたらいいんですよ。今まで選んでいた食事、食材を選び変えるです。選び直しです。それだけであなたも健康的ですよ。しかも冒頭の方もそうなんですけども、いろんな体調不良がねクリアされてるんです。本当に素晴らしいことなんですよ。なのであなたもできます。ですから今からそのどのような食材を選んでいけばいいのか、そしてどんなのに食事に取り込んでいけばいいのかっていうお話をしてまいりますね。では2つ目です。低糖質の食材とはじゃあ何かということですよね。やはり健康的に痩せるためには食べないといけませんよ。食べていいんです。ただどのようなものを選んだかがポイントでしたよね。そこでその低糖質といってもいろいろあるんですけれども、ただじゃあもうカロリーが低くって栄養が少なくって糖質だけなければいいのかって、やっぱそうじゃないんですよ。ここの柱の2本目ですけど、このタンパク質もしっかりとっていかないと糖質をカットするわけですから、そこを補うものがやっぱりどうしても必要なんですよね。その時にまずは痩せ菌と呼ばれるその腸内環境を整える食材であること、プラスそれがタンパク質が一緒に取れているかという、ここがポイントになってくるわけです。なので低糖質の食材はあるんですけれども、低糖質なんだけれどもこういったものがですねクリアできてるかということが今までとは違うダイエット法ということなんですよね。例えばこんにゃくばっかりとかいかがですか。もちろんカロリーが低いですよ。でも栄養だけ見たらどうでしょうか。もやしもそうです。もやしはねタンパク質もあるからいいんですけれども、そればっかりだとしたら確実に足りないわけですよね。なので今から3つ目です。低糖質なんだけれども、なんとタンパク質も取れちゃうという食材を日々上手にあなたが選ぶ目です。目ができたら、選ぶ目がですね手に入ればですね、あなたは痩せることができます。ですからそのお話を今度最後3番目してまいりたいと思います。はい、それでは早速お伝えしてまいりますね。今回はキノコ類にフォーカスしてみました。食材ってですねもういっぱいありますよね。一体何をどのようにどれぐらい食べたらいいのかって、本当にね分かりません先生っていうご質問がもうとにかく私のもとに多く届いてるんですよね。でそこで私はこうお伝えするんですよ。そんなに難しく考えなくてもいいんですよって。いろんなカテゴリーありますよね。お肉、お魚、お野菜、キノコ、まあ、大豆製品とかね、海藻とか。で私は別動画でお肉、お魚、お野菜、そして大豆製品、海藻等々お伝えして、すでにお伝えしてますから、ご興味ある方はその動画もぜひご参考にしていただいて、痩せる食材の目を養ってみてくださいね。で今回はこのキノコ類にフォーカスしました。でキノコって言われるとカロリーが低そうで食物繊維が多くて痩せそうって、もうそれ確かにね正解なんです。正解なんですけれども、実はですねキノコにもそのキノコによっては糖質が高い、太っちゃいますよっていうキノコがあります。なのでそれ今からお伝えしてまいりますね。こちらのグラフ見てください。この数値はですね 100g あたりのこのキノコが持つ糖質量とタンパク質量をこの明記してるんですよね、書いてます。そしてパッと見た時にですね、とにかくですね上の段が糖質、下がタンパク質量なんですけれども、見てください。実はですねあんなに細い細い栄養がなさそうなですね低カロリーで食物繊維がいっぱいで痩せそうと思ったえのきがダントツトップなんです。
糖質めちゃくちゃ高いんですよね、他のキノコと比べたら。で逆に一押しはマッシュルームです。マッシュルーム、マッシュルームは 100g あたりたったの糖質 0.1g なんですよ。えのきなんか 3.7g です。何倍ですか？3倍ですよね、3倍以上。そしてプラスマッシュルームの方がえのきよりもタンパク質が多いんです。そこまで大差はありませんけども、どうせ食べるなら、どうせ召し上がるなら低糖質で高タンパクの方がいいですよということですよね。なのでキノコ類で言えばマッシュルームがもう私一押しなんですけれども、あとはですね、そこまで大差がないにしても、どうせですね召し上がるなら次はマイタケです。糖質度が低いのはマイタケ、その次にしめじ、しいたけ、なめこで、一番高いのがえのきです。この書いてある順番は糖質度が低い順番で、逆にですね、今回はその糖質ということでフォーカスしてお伝えしたかったので糖質量の順位で書きましたけれども、でも痩せるためにはですね、タンパク質もとっても重要になってきます。そこで例えば今回のご自身が考えたメニューで、あ、ちょっとタンパク質が足りないかなっていう時に、そのキノコを選ぶ時にですね、低糖質なんだけどもタンパク質が多いものを選んでいただければいいんですよね。例えば低糖質でタンパク質が多いのはやっぱりマッシュルームなわけですし、でまたこういった、そうですね、上手に今しめじと、しめじ多いんですよね、 2.7g のタンパク質なので、しめじと少ないタンパク質でしたらこのなめことか、ちょっとここセットでお味噌汁入れてみるとかですね、そのパターンですよね、組み合わせです。バランスがとても大切になってまいりますから、同じキノコを食べようかな、例えば野菜炒めに使おうかな、お味噌汁入れてみようかなって思われた時に、こういったですね、マッシュルームであったり舞茸、しめじなどの方を使われた方が糖質はカットできるわけですよね。なので目標体重になるまではどちらかといえばこの下3つのキノコさんたちよりもやっぱりこの上のキノコ類を召し上がってくださる方が糖質量だけ見たらカットオフできますよってことになります。では今までお伝えしてまいりましたこの動画のまとめです。分かりやすくお伝えしてますから、ここのポイントを押さえてくださいね。一つ目です。なぜ低糖質だと痩せることができるのかでしたね。思い出してくださいね。例え話で冷凍フルーツが冷凍庫にある、そして臨時でですね、急にサプライズでフレッシュフルーツをもらったらどちらを先に食べますかということでしたよね。もちろん美味しくてフレッシュで大好きなフルーツの方を先に食べますよ。そうすると溜め込んできた脂肪を燃やさない、要は冷凍フルーツなんかに手を出しませんよということでしたね。なのでポイントはいかに食事で糖質を入れない、カットすることができるのか、その結果溜め込んできた脂肪、増えた体重を落とすことができるのかということがポイントでしたね。では2つ目です。低糖質の食材とは何かでしたけれども、いろんなものに入っています。もう糖質の塊の炭水化物系はお休みした方がいい、ただしお野菜にですら入ってますよということでしたよね。なのでポイントは低糖質の食材なんだけれども、その糖質をカットしてしまう代わりに他の栄養素、特にタンパク質を摂ること、腸内環境を整える食材が大事なんですよということでしたね。3つ目です。低糖質食材を選ぶポイントはということで、お伝えしたのは今回フォーカスしたのはキノコ類でしたよね。で同じキノコでも全然違いましたね。糖質量が高いものもあれば低いものもある、タンパク質が高いものあれば低いものもあるということで、その組み合わせによって全然トータルで見た時に摂る量が変わってくるんですよということでしたね。このチャンネルではこのように様々な情報を毎日発信しております。ぜひ日々の生活にお役立てください。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。